体化しても料理使えますよ。後期が来た。これってあれかな、 FF12 のキャラかな、違うか。食べ気もならんか。ナイス。ああ、ミスった。本作りです。セガピーさん、ありがとうございました。6ジャブで相当運びますからね。お互いの気持ちが同じ。あ、カビさん了解しました。またやりましょう、ぜひぜひ。あ、ファイルさん、そうなんですよ、昨日2枚サイン書いたんですよ、鉄拳の平八とカズヤンに。昨日はカードをありがとうございました。エレクトシップでランドがいい。遅らせ、いやー、遅らせに対してだった。うわー、もうなんかね、上段系をしゃがんだ時の自分、なぜか打っちゃうんですよ、この安い方。あ、中さんが H か。おお、ファイヤー、それしか狙ってない。ごめんなさい。あー、カウンターか。うまい、東照ゾーンだった。
ごめんなさい。いやー、ここレイジャーズダメー。ここは普通に壁コンしてゲージ回収だ。あー、そうかそうか、これエボジャパンでめっちゃ食らった。ジュフレ相打ちになっちゃうんだよね。ミキヨスペシャル。今日から3話の声音買って使ってるんですけど、なかなかいい感じですね。しっかり両盤も反応するし、何よりボタンが結構安い。そうですね、なんか新しく出たやつ、なんか4つ入りで1000円ちょっとぐらいしかしないんですよね。ほい、あ、そっちか。アルティメット右投げ、よし。日本は PM22 ですね。韓国式。これはね、こっちで剥がし直し。あー、壁があった。もう一回壁に張り付くんですよね、あれ。うまくやると動いたら銀行、銀行ですね、銀行側と。事実ドライブないですよ。レイジアウトしかないです。後期ってあれよね、山田カップ勇気と1回戦目当たったのって、あれって変更ならないのかな。
対今降格なんてことでしょう。これが最終の組み合わせなのか。うまい。ガチョウはギースのことですね。ありがとうございます。うわ、フュージョン。あー、いやー、たまれゲージある。ナイス。ガチョウの火力すごいよ。これは神の角度。あ、入らない。あ、難しいな。勢いに飲まれた。何？アルティメット左投げか。カスタマイズ大きいですよね。自分の予想 FF のキャラクターと思うんですよ。使っていこう。回収して、アーセって確か12ですよね、プレステ2の。あのもうそれじゃないかなと思ってるんですけどね。12までは自分 FF やってたんですよ。一気に行こう、全てを出せからのナイス。リロイナンバーワン、なんていうのかな、弱リロイがもう一回弱くなったら使いますっていうのを英語でどう伝えればいいのか。ナーフ、ギースはあの立ち回り自体は弱くなってるんですけど、以前より小技が、優秀な小技が弱くなってるんで、火力がとんでもないんで。
コンボルートさえちゃんとしてれば多分かなり強いです。 FF ねめっちゃ好きだったんですよ昔。昔っていうか昔はよくやってました。でも鉄拳にハマってからもう全てのゲームが鉄拳を超えることがな超えることがなくて一生鉄拳やっちゃってますね。ネクストナースリル、ありがとうございます。それでいいのか。ファークラムが来た時に弱くなるのは今練習する意味があまりやっぱない気がするんで、うわー今のはね RP をしてたから無理だった。うまい今のサガパン遺伝失脚だったな。リロイの距離じゃないよ。おお。危ねえ。さすがにバレた。どうする？ナイス。うん、読みです。てか読みってか多分されると思うんですよね。ほぼ間違いなく。そこから自分のリロイが始まります。めちゃくちゃ今も使いたくてそわそわしてるんですけど、練習拳好きすぎて。フラムロシアハロー、いろんな国から。ここはフィリピン出身、なるほど。フィリピンからどうもこんにちは。ガードドロットタ軸直して、うん、なんかよくわからんけどすごい潜ってた。なるほど。
跳ね合いんでいった。アンチ類はでもまあ仕方ないんで特にそういうの気になりませんね。てか自分はもう多分昔からそういうキャラ使ってるんで、シーズン2のリリースからそうじゃない時代がほぼなかったと言っても過言ではないんで、あんまり気にならないですかね今さら。いいんだよな。いいブラシ。大キャラといえばもう本当自分ですよ。友達とこの前話してて、自分の今までのキャラをおさらいしてたら、本当にそのシリーズの最強キャラしかほぼ使ってなかったです。とんでもねえだ。そうでもなかったですけど、シーズン1の無印7の頃はもう最ほぼ最強でしたもんね。投げパネーときと前蹴りパネーときですね。パスないとダメなんだよね。なんかリルイは多分ね弱くなったとしても自分使いたいと思うんですよね。キャラが本当に好きです。二段構え、人強い時4とセブン無印はめちゃくちゃ強かったです。リロイは自分結構減らないっていうか使う人がいるんじゃないかなと思いますけどね。ただかっこいいじゃないですか普通にキャラとして。もはや本当に自分英春拳習いたいですもんね、深く知るために。リップマン自分今でも見てます。ご飯食べる時とか。
ういあんまり減らないな。あ、これ追ってくるんだ。いやあ、おいが。3度目は食らわねえだ。ヒロイは、もっとナーフしてほしいですかね。ね、あ、アッケーさえなんか治れば割といいと思うんですけどね。とりあえず、ほんと。弱くなるだけでもだいぶ変わる気がする。またこれ打ったぶね。あれ多分 RP か膝とかですかね。 RP が届いたかは微妙ですけど。交渉が確定がやすい。レジ頑張ろう。レイジってことは頑張ろう。あるよ。なかった。火力をちょっと落とせば予調整なイメージ。壁強。さばいたつもりなかった。ここは相手の下でしょ、ね、ジャブとかの置きに対してこっちが差し込む感じになるのかなって気がしますけどね。マイナスなの。当たればだって7割ぐらいいくんで。
うい。火力落としたらいい調整になりそう。横歩きがあるかできていない。そう、乗っかるんかい。あ、めっちゃ両パンドゥルンって押した。あるよ。なんでこれが出た。わあ、やばい、芸術かわんばな。もうほほ、何やってる。その辺もちょっと弱くすれば良さそうですね。こんばんは。全ルビ調整みたいな感じでもいいですけどね。やりすぎた。いいですが、簡単ではないと思いますね。もうむずい。こういうのに自分当たるんですよね。むずい。
ナイス。投げは判別して抜けてますね。キングとかになると結構きついですけど。最近ダブルレッグ多めにしてますね、ゲージ回収のために。最近組に肩こり取るやつですかね、プレゼントしていただきまして、それをつけてます。でいいです。気持ちなのか気持ちなのか分からないですけど、取れた気はしますね。痛いなと思うまではいかないんで。これ神ゲーじゃないですか、もしかして。楽しい時。永州拳に対抗できる火力。チックスペース買うぞ。くらえい。やばいやばい、2択ゴールしたいでしょ。メガネ変えてないですよ。うわマジか。
ライディ。あー空中判定じゃない。これは剥がし直していけそう。壁がない。やめてください。 OK。 あー、よし、ゲージ溜まったよ。あるな。ナイス。抜けは、プラクティスで左右と両パン設定して抜ける練習をするのが多分一番いいですね。モーション見られるために。マウントパンチは、両パンだけ見える感じですね。なんで実質2択みたいな感じです。遅らせゲーだ。いいでしょ今のは。黄金連携、ナイス。リロイは横に弱いとかですかね。あー、シャガパン出ない。
もういいや。割れない。ガード2発目だけは無理ですね。アテミア一発目使ったのを見て打つ感じですね。レジナイス。ミスった。急に回線が。1年ぶりぐらいに見せた気がする。マシヤさん、お疲れ様です。ジャンピング。
これは残るな。ん？なんで？なんかおかしい。早すぎるのか遅すぎるのかどっちなのかわからない。遅めに行こう。早すぎるのか。チャージはね、コツわからないときついですよね。うやっしゃい。ここは熱波で、おお、ちょっとラグを考慮して早く入力しすぎてました。フレームデータはあった方がいいと思いますよ。本当役に立つんで。体化はあかんじゃったいかですね。長い。
なんでなんだろう。もう俺には分からない。タイミングなんか全然変えてる気がしないんですけどね。突然のスラム、マジでわからないんですけど、理由が。なんかタイミングずれたなとかないですけど、なんかもうデッドリー打つのが怖い。今のでも早すぎるってことなのか。いや違うな、いつももっと早めに打ってたしな。2回は無理ですね。それも行こう。なぜ本当にちょっと不安になってきた。こんなに出